今日から使えるビューティーレッスン、ビューティーブック。メイクを教えていただくのは、資生堂ビューティートップスペシャリストの岡本美也子さんです。今回も街中女子のメイクの悩みをその場で解決。目元が一重なので、ちょっとやっぱ重たい印象が あるので、なんかどうしたらいいのかなと思って、ついついなんかアイラインとか引きすぎちゃって、逆になんか重くなっちゃってるのかなとか。多分つけまつげとかそういうのつけたらきっと大きく見えるんですけど、ちょっと怖くて。一重で重くなりがちという目元のお悩み、つけまつげに挑戦してすっきりとした印象のアイメイクにしたい。早速岡本さんに教えていただきます。今回のポイントは、アイシャドウはシンプルに一色を使うことと、初心者にもおすすめのつけまつげテクニック。では今日はですね、一色のアイシャドウと、つけまつげで今以上の、パッチリ感を出すテクニックをご紹介したいと思います。今日はこちらのクリームタイプのカーキのアイシャドウを使っていきたいと思います。目尻の方から、でチップの幅を目安にとか、ね、トン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 とこう置くような感じで、まずね色をのせます、ね、ある程度置いたら、チップの綺麗な面を使ってその外側のラインをなじませてぼかしていくんですね。そうすると、際の濃さは残ったまま自然な、グラデーションができます。下まぶたの、目尻から下まぶた全体ですねにも淡く、ね、入れていきましょう。でそしていよいよつけまつげですね。まずですね、こちらを何もついていない状態で、幅とか長さとかがご自分の目の形に合ってるかというのをチェックした方がいいですね。つけまつげチェックのポイント、まず中央に合わせて置いてから目頭目尻側が長すぎないか確認します。大丈夫そうですね、はい。でまあ、幅が長いようでしたら切る場合は、ね、目尻から、ね、長さを調整してください。あとはもうちょっとこう自然に見せたいなという場合はハサミをこう縦に入れてカットするとすごくこう自然なこう、ね、ギザギザの感じに仕上げることができます。つけまつげの長さをチェックできたらのりをつけていきます。端まで均一につけていきましょう。そしてつけていきます。目の中央の丸みのあるところにまず合わせて目頭目尻で、そして大体合ったら手でぐっとこうまつげの根元に差し込むような感じで、この白くなっている糊は、乾くとね透明になります。そしてここでね角度をちょっとこう調整してどのくらいこうねパッチリさせるかというのを調整していきます。つけまつげの糊が気になる場合は軽くアイライナーを引いて仕上げていきましょう。じゃあ仕上がりましたのでご覧になってください。あ、すごい目元がすごい目元がすっきりして、そうですね、うん、シャドウもそんなにたくさんつけてないので軽い印象というかね、重たい感じになりたくないという仕上がりにはいいかなと思います。どうですか、つけまつげできそうですか。頑張ってみたいと思います。そうですね、アイラインに費やす時間をまつげに費やしてみてください。頑張ってください、はい、ありがとうございました。すっきりアイメイクにおすすめのアイテムをご紹介。カーキのアイカラーはクリームタイプをチョイス、色がしっかり持続します。今回のキーアイテムつけまつげはナチュラルタイプを、地まつげとなじみ美しい仕上がりに。自然なボリュームが欲しいときはこちらのつけまつげ、初心者の方もトライしやすく日常使いにおすすめです。